どうも、皆さん、工藤でございます。今回はですね、昨日に引き続き、ちょっとディスコードのお話をしたいと思います。まあ、ちょっと迷ったんですけどね、昨日もディスコードの話をして、今日もディスコードの話をするのは、ちょっとどうなのかなと。まあ、ワンクッションなんかどうでもいい話を挟んだ方が、まあいいのかなと。ね、思ったんですけど、まあ今一番私が気になっている話題ということで、はい、ディスコードのお話です、今日も。まああんまりね、興味ない人はね、あれかもしれないんですけど、まあ近いうちにね、まあ、昨日話したように、ディスコードのサーバーを私立ち上げる予定ですので、まあちょっと気になる人は見て、見るんじゃないや、聞いていただければなと思います。はい。で、ディスコードの何の話かっていうと、ディスコードニトロというね、ディスコードのサブスクリプションに関するちょっとお話をしたいと思います。まあ、ディスコードにはですね、ディスコードニトロと、NITRO というね、いわゆるサブスクリプションがあります。はい。まあ、お金を毎月ね、こう、サブスクリプションでこうお金を払うことで、ディスコードの、まあ、いろんな機能がね、開放されていくというものでございます。うん。まあ、よくあるそのアマプラとか、まあ、ネットフリックスとか、まあ、その辺とは全く同じです。はい。お金を毎月払ってサービスを利用する。まあ、ディスコード自体はね、基本的に無料で全部、うん、まあ、利用できるんですけど、お金を払うことで、まあ、さらに追加の特典として、なんかいろんなものが使えるっていう感じです。で、今回なんでその話を、まあ、しようかと思ったかというと、まあ、もちろん、昨日、その私がディスコードサーバーを立ち上げるっていう話を、まあ、したからっていうのもあるんですけど、一番はですね、まあ、昨日確認したら、なんか、今ね、ディスコードニトロの無料トライアルが、来てまして、1ヶ月間ですね、多分ね。確かそう、1ヶ月の無料トライアルが来てまして、これみんなに来てるのかどうかわかんないんですけど、私に来てて、まあ、ディスコードのニトロって2種類あって、前はニトロだけだったのかな。今そのニトロとニトロベーシックっていうのがあって、ニトロベーシックの方はニトロほどじゃないんだけど、追加でサービスを受けられて料金がちょっと安くなってるんですよね。うん。ニトロは月額1050円。はい。で、ニトロベーシックは月額350円ということで、まあ、約3分の1とまではいかないかな。でも3分の1か。15。ちょうど3分の1ぐらいかな。あれ？合ってる。ごめん。ちょっと計算を間違ってたら申し訳ない。だいたい3分の1ぐらいですね。まあ、その代わり機能がいろいろちょっと制限されてはいると。まあ、でも普通に無料でディスコードを使うよりはいろんな機能を使えますよっていう感じです。はい。で、今回その無料トライアルできるのはニトロの方です。ニトロベーシックではなくね。はい。まあだからちょっとね、今迷ってるんですよ。ディスコードニトロ入るかどうかね。うん。これ入ると何ができるかっていうと、まあそのディスコードのアプリにね、通知が来てるんで、そこで見ますと、ニトロはですね、アップロード上限が500メガバイトになりますよと。多分サーバーに多分アップロードできるそのファイルの上限とかなのかな。多分なんかあんまり重すぎるそのデータとかをアップロードしようとすると制限かかるんだろうね。あんまりにもでかいと。うん。それがまあニトロに加入していると500メガバイトまで。うん。いけますよってことだと思います。あとはどこでも使えるカスタム絵文字。はい。そう、ディスコードにはカスタム絵文字というのがあって、サーバーごとにですね、まあ、オリジナルの絵文字をね、こう、使えるようにすることができるんですよ。私も今、そのサーバー立ち上げ しようと思ってて、なんかこう、カスタム絵文字、うん、まあ、追加しようと思ってるんですけど、ちょっとね、あんまりうまくいってないというか、うん、まあ、自分で作ったりすることもできますしね。ただ私はちょっとめんどくさいので、ネット上で配布されてる、こう無料のね、
カスタム絵文字をこうダウンロードしてきて、で自分のその立ち上げるサーバーにアップロードしようとしてるんですが、なんかちょっとこう気に食わないというかまあちょっといろいろあったんですよ。はい、ということでまだちょっとアップロードできてないんですけど、はい、まあ、そんなカスタム絵文字っていうのがあって、これね、その普通の無料会員だとそのサーバーでしか使えないんですよね。うん、例えば、まあ、ヘブ版のディスコードサーバーあるんですけど、ヘブ版のディスコードサーバー入ってる方わかると思いますが、あのいろんなキャラクター、登場キャラクターの、あの絵文字あると思います。ルカちゃんだったりユッキーだったりね、いろんなキャラクターのあのスタンプ絵文字があるんですけど、あれ基本的にそのヘブ版のサーバーでしか使えないようになってるはずです。はい、なんですが、私もね、実際にそのニトロ使ったわけじゃないんで、まだまだ使ったわけじゃないんでわかんないですけど、おそらくいろんなそのサイトとか説明見てると、そういった独自のそのか、加入っていうか参加しているサーバー独自の絵文字を他のサーバーでも使えるようになるというのが、多分このディスコードニトロのどこでも使えるカスタム絵文字という意味だと思います。多分これ間違ってたら申し訳ない。あの、もし、いや、それそういうことじゃないよっていう意見あったら、ぜひ教えてほしいです。はい。ちなみにこれはね、あの、ニトロベーシックの方でも、はい、カスタム絵文字は、機能ついてます。はい。まあ、だから、絵文字どこでも使えるようにしたいっていう人は、あの、別にニトロじゃなくて、ニトロベーシックでもいいという感じです。あとは、まあ、HD 動画の配信ができるということで、まあ、比較、するページというか欄があるんですけど、あ、でもあんまり詳しく書いてないな。なんだっけな。ニトロベーシックの方は、動画がですね、フル HD の 60fps までだったかな。確かね。うん。で、無料会員、その何もサブスクリプション登録してないディスコードユーザーは、確か 720p の 30fps とかじゃなかったかな。確かね。うん。なんだけど、もっと高画質で、もう高フレームレートで配信したいっていう人は、まあ、ディスコードのニトロベーシックに入るとフル HD、1080p の、60fps。で、ニトロの方に入るとね、いくつだっけな、2K ぐらい。だから私がゲームで配信しているぐらいの画質で多分いけたはず。で、60fps。までいけるんじゃなかったかな。確か。4K はどうなんだろう、わかんない。もしかしたら無理かもしれないけど。はい。まあ、そんな感じで、まあ、より高画質な動画で、まあ、画面共有できるっていうことです。私もですね、実は、その、YouTube の方でゲーム配信はしてるんですけど、今で言うと、イース10とか、あとは、テイルズ・オブ・アライズのビヨンド・ザ・ドーンとかね、YouTube の方でゲーム配信するのやめようかなっていう。やめてるんですけど、今ね。はい。止めてるんですけど、っていう話をして、じゃあ続きどうするってなった時に、まあ YouTube に上げる必要はないけど、まあ Discord で画面共有しながら、なんか、もうなんか別にアーカイブとか残さないんですけど、ただダラダラと普通に遊んでみようかなと。まあ一人でね、黙々ともう完全オンラインで、オンラインじゃねえや、オフラインで遊んでもいいんですけど、まあ自分でサーバー立ち上げた、だったらそこの部屋で、まあ、画面共有とかしながらね、まあ、見たい人がただあの気ままに立ち寄っていただいて見るみたいな、まあ、そういう感じでもいいのかなってちょっと思ったりしてて、まあ、その際にね、画面共有するんだったらなるべく高画質の方がいいということで、あ、ディスコードニトロ、あ、どうしようかなって迷ってるところでもあるんですよね。はい。で、あとはサーバーブーストっていうのがあって、これもね、私一回もやったことないので、よく分かってないところではあるんですけど、そのサーバーごとにですね、まあ、各ユーザーが、なんていうのかな、ブーストをかけられるというか、まあ、どういう意味だろう。なんか、あれ、なんていうんだっけ。寄付じゃなくてさ、投げ銭か。そう、投げ銭みたいな感じで、サーバーにね、投げ銭的なことができるんですよ。多分。めちゃくちゃ推測で喋ってますけど、まあ、私が例えば立ち上げたサーバーがあります。まあ今はね、何もブーストされてる状態ではないんですけど、その参加してくれた人たちが、
その、まあ、お金を払ってね、リアルのお金を払って、私のサーバーにこう投げ銭みたいなことをしてくれると。まあ、それをブースト、サーバーブーストって言ったりするみたいなんですけど、すると、そのサーバーごとにね、いろんな機能が開放されていくと。例えば、なんだったっけな。さっき話したカスタム絵文字が、上限がね、何もブーストされてないと50個なんですけど、だから50個までカスタム絵文字が追加できるっていう状態なんですけど、それがブーストかけられると、上限が解放されるとか、うん、さらに上限が上がって、まあ、100個とかになるのかな、100個、200とか、うん、上がるみたいで、まあそのブーストされる回数によって、ね、どんどん解放されていくっていうシステムがあって、まあそのサーバーブーストが、ニートロに加入してると、2回だけ、多分無料でできるんじゃなかったかな。はい、2回分。うん。まあだから自分の好きなサーバー、例えば私だったら、まあ、自分のサーバーでもいいし、ヘブ版のサーバーにあのサーバーブーストをかけてあげる。かけてあげるっていうとあれですけど、うん、かけると、まあ、ヘブ版のサーバーがこう成長するというか、多分そういう機能のはず。一回もやったことないので、なんとも言えないんですけど、はい。そういうことです。で、あとは、カスタムプロフィールなどなどと書いてますけど、まあ、カスタムプロフィールということで、まあ、プロフィール、ディスコードのね、プロフィールをよりなんか、カスタマイズというか、今のね、プロフィールはね、本当簡易的な、確かね、ヘッダーとかも設定できなかったんじゃなかったかな、無料だと。で、ニトロに入ると、なんかヘッダーとかも、いろいろ設定できるとかできないとかって聞きました。はい。そんな感じです。まあ、他にもなんかいろいろね、私の知らない特典が、いろいろあるみたいで、ニトロ特典ってことで、カスタム絵文字で盛り上げ、煽りミームも自由自在とかね、ビッグなアップロードサイズでシェアしまくろうとか、カスタムプロフィールではなりたいあなたになっちゃおうとかね、書いてあります。はい。サーバーブースト、アニメアバター、カスタムプロフィールとかね、公式に書いてるのはそこだけか。今アプリで見てたんですけど、うん。まあ、あとはいろんなサイトが多分紹介してくれてるので、まあ、気になる人はぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。迷ってるんですよね。とりあえず1ヶ月無料なんで、まあ、ちょっと体験してみるのもありかなとは思ってるんですけど、でもなんかこれ1回体験しちゃったら戻れなくなりそうでちょっと怖いんだよね。なんかそこなんかさ1回こう便利にさ、まあ、それがそういう、なんつうの、その、ディスコードの作戦というか、ね、だと思うんだけど、まあ、一回契約しちゃって、まあ、無料体験でね、無料で使って、うわ、めっちゃ便利やんってなって、行ったら、ちょっともうディスコードに課金し続けなきゃいけないって考えると、ちょっと怖いなっていう思いもあって、今ちょっと考えてます。はい。まあ、1ヶ月は無料なんでね、使ってもいいと思うんですけど、一ヶ月後に、その、まあ、課金がね、始まってしまう。まあ、もしその、使わないのであれば、まあ、解約すればいいだけの話なんですけど、逃れられなくなりそうで、どうしようかなって思ってます。そうだよね。個人的には、だからその、まあ、アップロード上限はあんまいらないかなと思うんだけど、カスタム絵文字とか、どこでも使えちゃうとかね、HD 動画配信が、できてしまうとか、あとカスタムプロフィールとかその辺かな。うん。はい、まあその辺がね、ちょっと使えなくなったら不便になっちゃうのかなって思ってて、迷ってます。はい。ただこれね、ずっとやってるわけじゃなくて、この無料トライアルって、残り7日間と書いてます。今日の時点で。まあ、ですので、まあ、今月中ぐらいなのかな ?1 月中ぐらいに、まあ、登録しておかないと、1ヶ月無料使えないということだと思うので、早々に判断をつけないといけないということでね。何やら、ゲームパス、Xbox のゲームパス加入してる人には、なんか時たまなんか配布されるみたいなことも聞いたんですけどね。うん。まあ、そのついてくるってわけじゃないんですけど、毎回ね。無料で全部使えるってわけじゃないんですけど、時たまなんかゲームパス会員になんか無料で配布されるみたいなことも聞きました。うん、ちょっとわかんないけどね。はい。まあですので、
一旦1ヶ月無料で使ってみて、良さげだったら、まあ、継続？いや、どうしよう。もうゲームパスに入るってのもありかな。うん。で、時たま、その、配布されるディスコードニトロを使って、時たま、なんか、進化する。強くなるみたいな。ただ、配布されるタイミングも私わかんないしな。Xbox ゲームパスの会員でもないし、まだね。うん。Xbox のゲームパスはですね、検討はしてるんですけど、まあ、まだ Xbox 持ってないし、うん、今年 Xbox の新型、シリーズ X の新型が出るとのことなんで、まあ、それを手に入れてからでもいいのかなってちょっと思ったりはしてます。あとはあれだね、ゲームパスだけじゃなくて、プレイステーションプラスもね、サーバー立ち上げた目的の一つって、昨日も言ったけど、そのみんなでわちゃわちゃゲームしたいとかっていう思いもあるんですよ。うん。オンラインでね、マルチプレイ。まあ、レゴフォートナイトとかをやってますけど、あれはね、まあ、無料でできるんでね。もう関係なく、フォートナイトやってる人であれば、もう誰でも無料でできちゃうんだけど、プレイステーションの、例えば、モンハンとかをマルチでやりたいってなったら、プレイステーションプラスに加入しなきゃいけないんですよね。それがね、わ、プレイステーションプラスも加入しなきゃいけないのかって、なると、ちょっとディスコードにはね、ちょっとお金をね、払ってる余裕はあるのかな？ないのかなっていうところでございます。はい、まあ、ですので、まあ、かなり悩ましいところではあるんですけど、まあ、ひとまずね無料体験してみて、でまあ逃れられなくなっても嫌だよな、でもな、怖え。はい、まあ、ちょっと今日のこの配信内ではね、無料でトライ登録とかしませんけど、ちょっともうしばらく検討してから体験、無料体験するのかしないのか、はい、決めたいなと思います。まあ、その後ね、無料体験することになった場合は継続するのかしないのかっていうのもね、決めなきゃいけないので、はい、いや大変ですね。はい、まあ、ディスコードサーバーの方も今ね、まあ、少しずつですけど、はい、準備進めてますので、まあ、いつになるかはちょっとわかんないけどね、1月中に出せたらいいなとは思いつつも、まあ、どうなのかなと。もうちょいかかるかなという感じでございます。はい。ってなわけで、今日はディスコードニトロのお話でございました。まあ、皆さんも無料体験できるのであれば、ぜひぜひ、1ヶ月だけね、使ってみるのはありなんじゃないかなと思いますが、私はもうちょっと検討したいと思います。はい、というわけで、じゃあ今回はここまで。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。